こんにちは、フィフィです。ロシア国内の混乱を受けて、ロシアの通貨、ルーブルが急落しました。6月の26日、ルーブルが一時ドルに対して、1年3ヶ月ぶりの安値をつけました。 ロシアの民間軍事会社ワグネルがプーチン政権に対する反乱を起こしたことをきっかけに政治情勢が不安定化するとの見方が強まってルーブル売りが加速したんです。ワグネルの創設者であるプリコジン氏がロシアの国防省やプーチン大統領のやり方に反対して反乱を起こしたのは6月23日のことでした。 プリコジン氏は SNS を通じて数万人のロシア軍の兵士の命を危険にさらすロシア軍の指導部の悪事を止めるためにワグネルが決断を下したと話していましたそしてこっちは2万5千人のワグネルの兵士がロシアに侵攻する準備をしていると言っていたんですまあワグネル自身は自分たちの行動をクーデターではなく正義のための行進だとしていましたが これ、味方の側である勢力が反旗を翻したわけですから、クーデターと言ってよいでしょう。プーチン大統領をはじめ、ロシア政府の上層部も、プリコジン氏の言葉は、内部紛争への呼びかけであり、軍の背中を刺すような裏切り行為だと批判していました。しかもワグネルの創設者であるプリコジン氏を拘束するようにも呼びかけたんです。 確かに今回のワグネルの反乱はクーデター未遂には終わったわけですが、必ずしも失敗に終わったとは言えないんです。むしろプーチン側の勢力の弱さが露呈したとも言えるでしょう。えなぜかというと、まずプーチン大統領がプリコジン氏を拘束することもできなかったし、彼の首を取ることもできなかったからです。 これワグネルはモスクワまで500キロ足らずのところまで迫っていたのに自分たちの判断でモスクワに進行するのをやめて引き返しただけです。ロシア軍にやられたとかでもなければプーチン大統領との交渉で引き返すことを判断したわけでもないんです。ではなぜワグネルはモスクワにあと少しのところで引き返したのか、えここで注目すべき国が ベラルーシなんです。ベラルーシはそもそもロシア側の国です。プーチン大統領と同じくベラルーシのルカシェンコ大統領も独裁政権だということもあって、ロシアの仲間の国だと見られていました。で、実はワグネルがロシアへの侵攻を取りやめて引き返したのを説得したのが、ベラルーシの大統領であるルカシェンコだというんです。 ベラルーシ国営メディアによると、プリコジン氏はその後、ビジネスジェット機でベラルーシに到着して、そのことについても、ルカシェンコ大統領がベラルーシに入国したことを認めたと言います。それまで、プリコジン氏は SNS での情報発信が途絶えていて、消息不明となっていたのに、どうやらベラルーシにいることが判明したんですね。これ一度は、 消息不明になっていたから、すでに消されたのではないかなんて話もあったんです。でも仮にベラルーシに入ったとしても、プーチン大統領が最もこの世から消したい人物を、なぜロシアの味方の側であるベラルーシがかくまっているのかという疑問が出てきます。 えロシア側はプリコジン氏の首を狙っているのに、ベラルーシはそんな中でプリコジン氏と何かしらの交渉をして、とりあえず最初に結ばれた交渉の内容通り、プリコジン氏を受け入れて、えそして彼はベラルーシに無事に到着したと思われます。 つまり、ベラルーシはそのままロシア側にワグネルのプリコジン氏を引き渡すことなく、はっきりと今どこにいるのかも明かさずに、プリコジン氏がベラルーシにいるということだけをルカシェンコ大統領が発表しているんです。まあこうした流れからして、ベラルーシがワグネルのプリコジン氏を保護していると見られるわけです。そして、ワグネル自体の活動もベラルーシに 拠点を移そうととしていいるのではないかと思われます今やプーチン大統領にとって脅威だと分かっている人物を本来味方のはずのベラルーシが保護しているということなら、これもはやベラルーシはロシアの味方の側の国とは言えないのではないでしょうか。 プーチン大統領はワグネルトップを反逆の首謀者とまで呼んでいるから絶対に捕まえたい存在なんですよね。ではなぜベラルーシはプリコジン氏を受け入れたのか。実は以前ルカシェンコ大統領はワグネルは強いからワグネルの指揮を取っているこのプリコジン氏を欲しいと言っていたんですね。つまり ベラルーシが今後ワグネルを自分たちの側の軍事勢力として使いたいから受け入れた可能性があります。 ロシアは最近ベラルーシ国内にロシアの核の配備をしたと発表しました。ベラルーシはロシア軍の基地をベラルーシに作られることも嫌だし、ウクライナでの戦争にベラルーシの兵士を派遣してほしいとロシアに要求されるのも嫌なんです。ただ逆に、このロシアの核を手に入れたと考えれば、ベラルーシとしては儲けもんです。 さらには、ロシア国防省などと対立するワグネル部隊を手に入れることになるかもしれません。まあ、ベラルーシは、ワグネルを手に入れたことで、ロシアに対する自国の安全保障を強化した形とも言えるでしょう。えロシア軍よりもワグネルは、 規模が小さくても経験値や戦略が多くて強いから、ロシアとベラルーシのパワーバランスが崩れれば、ベラルーシがプーチン政権の転覆を狙いに、ロシアに侵攻することもあるかもしれません。なぜならば、ベラルーシも独裁国家で、ルカシェンコ大統領も野心が強いからなんです。 また、プリコジン氏としては、そもそもロシアの国防省に対して不満があったわけですから、ベラルーシ側について活動するのも悪くないわけです。ロシアはウクライナでの戦闘が長引いて、経済が悪くなっているので、弾薬ですらまともにロシア側の部隊に供給できずにいます。アメリカは今回ワグネルが反乱を起こした直後に、ワグネルを制裁対象リストに追加しました。 今後、ロシアだけではなく、ワグネルも財政的に厳しくなるので、ベラルーシ側につくことは悪くないと考えたのかもしれません。というか、ベラルーシとの交渉の中で、ワグネルは特別待遇を約束された可能性もあります。まあ、いずれにしろ、ベラルーシ側にも、そしてワグネル側にも、お互いの距離が近づくことでメリットがあるということなんです。ただ、クーデター未遂で、 プーチン政権の弱さが露呈しました。もうそれがウクライナを勢いづかせる要因になるんです。またとても短い時間でワグネルがモスクワの近くまで到達したこともロシア国内の防衛体制の弱さを見せてしまいました。これはロシアにとって大きなマイナスです。プーチン政権の転覆を狙っているのは何も プリコジン氏だけではないですからね。ウクライナはもちろんですが、ロシアは今、ロシア国内でもいつ紛争が起きるかわからない危険な状況にさらされているんです。その他、海外から義勇兵がロシア内部に入って戦うことも考えられます。ロシアは弱いんだと見せてしまったからです。 このことについては今後ロシア国内であらゆる事態が起きることを想定して備えようとアメリカの外交問題評議会が発行する国際政治経済ジャーナルフォーリンポリシーが呼びかけています同じくイギリスのスナク首相も様々なシナリオに備えるようにと発言していますつまりロシア国内が不安定になるというメッセージなんですまあ そうでなくても、プーチン大統領の足元は長引く戦闘による経済悪化で揺らいでいます。西側による経済制裁の影響で経済は縮小して、原油や天然ガスの価格も半分ぐらいにまで下げられているため、財政赤字が膨らんでいます。まあ、冒頭で言ったように、ルーブルの価値も暴落しているんです。 去年6月には1ドル60ルーブル台だったのが今は80ルーブル台で今後も下がることが予測されています。まあ、当然ルーブル安になればインフレが悪化してロシア国民の不満が高まるでしょう。もちろんロシアの新興財団のオリガルヒたちも財産を失っているのでもうこの大義のない戦いを続けるプーチン大統領に対して怒りが高まっているんです。まあ、つまり プーチン大統領の政権転覆を狙っているのはワグネルだけではないということなんですさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします